はい、前回はここの通路ですね。あの豊旅の柴崎さんが、豊旅の柴崎社長が、まあ、ある程度通路は切っといてくれたんですけど、まあ、この乗り面とかいうところを前回分かりました。綺麗にしてずっと行きましょう。この辺もやりました。で、あの先に水曜院があるんですけど、あそこも前回借りました。で、この辺ですね。今日はこの辺りなんですけど、どこまでやれるかな。ちょっと足場が悪いので、あの向こう側は、ここに沢があるんですけど、あの向こう側はちょっと入れるんかな。まあそういうところがあるんですけど、まあ行けるようであれば行きましょう。はい、ここに沢があります。で、この辺りですね。はい、カボス TV ゆうじです。今日も大山峡の草刈りでございます。毎日ぼちぼちとやっております。あの短い時間なのであんまり進捗がないんですけど、まあ、ぼちぼち、まあ、9時ぐらいまでを目安に今やってるんですけどね、だいぶ進みました。はい、ということで先日の続きです。あの大山峡の川へ降りてくところの周辺の通路、あとそこだけになりました。まあでもそれでも今日一日はかかるんじゃないかなというふうに思ってますけど、まあ今日終わりぐらいを目安にやっていこうと思います。今日はですね、朝涼しいんですよ。なんかとても涼しいです。今はちょっと風はないんですけど、先ほどまで結構風が吹いてとても涼しかったですね。朝花ちゃんもとても居心地の良さそうな感じでと寝ておりました。まあでも日中は暖かくなると思うんですけど、暖かく近は、まあ、暑くなると思うんですけど、まあ暑くなるまでちょっとやっていこうと思います。ということで今日も大山峡の草刈りでございます。ここは立ち入り禁止でございますので、立ち入ってうんこなどしないようによろしくお願いいたします。で、あの周りに、ロープとかありますので、それから入らないようにね、よろしくお願いします。じゃあ今日も一日大山峡の草刈り頑張っていきましょう。
木を切った跡とか石とか凸凹とか岩とかあって刈りにくかったですね。奥がもうちょっとありますので、奥刈りましょう。はい、終わりました。ちょっとあそこでね、穴があって足を落としましたね。いや、怪我なくてよかった。はい、じゃあ通路の方に戻りましょう。まあ表面だけですけど枯れました。あとこっち側ですね。こっち側で終わりなんですけど、この下がとあるね。下をちょっと刈りましょうかね。下をちょっと刈りましょう。まあでもあと少しなんですけどね。よいしょ。まあこの辺だけですね。ちょっと刈ってで、ここ行きましょうかね、はい、ちょっと大雑魚橋に川の方に降りてみましょうか。わあ、これは気持ちよさそうやな。これはいいやろ、絶対に。うわ、これ最高やろ。おお、魚がおるな。なんやろ、魚は。よし。はい、じゃあちょっと休憩してまた続きやりましょう。あと少しですね。はい、休憩しました。じゃあやっていきましょう。
はい、終わりました、ここでこれで全部終わりましたね。ちょっとスタート地点に戻って最後見てみましょう。ここの広場も終わりましたよ。あー、なんかちょんちょん立ってるな。あー、立ってる。はい、でここも、あー、あそこちょっと残ってるな。ちょこちょこ残ってますね。あ、ここがまだですね。ナイロンコードで次回借りましょう。ここ先日やったのにもう入ってるわ、やべ。ここは朝一で撮影したところですね。あ、疲れた。最近肩が痛いんですよね。また腕が上がらん。ちょっとあそこ残ってるところはあそこにネットがあるんでちょっと枯れなかったですね。はい、今日はここをやりました。はい、川のところまでね、綺麗にできました。はい、本日の作業は終了します。もうほぼほぼ終わったんですけど、ちょっとね、最初買ったところがもうちょんちょん立ってきたりしてるんで、そこの処理を最終やっていこうと思います。もうあと1日ですね。もう大まかにはチップ層で切ったんですけど、もうチップ層がね、あのカルスター、もうなんかイラつくチップ層やったな。もうあれ鉄くずですね。どんだけ使ってるあれ。ちょっとしか使ってないのにね、そこ鉄くずでしたね。まあでも、ここまでカルスター頑張って買ってくれました。あとナイロンコードでちょこちょこ立ったやつは買っていこうと思います。また次回ね、やっていきます。今日の作業はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。